単純な興味でもしストスリーにブロッキングがなかったらどのキャラが強いだろうと思うか,か教えていただきたいです。ユンですユンンででですすが最強キャラで間違いサードってあのドリキャス時代にセルフディレクションっていっていろんなシステムをいじれるたんですよ。例えばそれこそブロッキングなしとか消費使い放題とかチェーンコンボありとかいろんなそのシステムをいじれてでブロッキングなしやったら誰が強いか っってていうのをやってたんですよみんな。で、ユンがやっぱり雷撃臭と鉄山酷がブロッキングできないっていうのがもう終わりすぎてて、まあ最強キャラかなっていう感じですね。まあ、時点で剣かな。体育大昇利があって。ちみにチュンリーはあの弱いっす。ブロッキングなかったらチュンリーは絶対強くないっす。普通のキャラですね。まあ、ユン・ヤン・こと剣あたりが強いんじゃないかなと思いますけど、まあ、ユンだと思いますね。 うん弾はね、弾自体の性能があんまり良くないから、いまいちやと思いますね。まあ、それううこと来撃に弱いし、まあ、これよくやりましたね。懐かしい。